なんと狙撃によって耳に大ダメージ。センシネタは避けましょうよ。ガエテルソット誰？メカブチャンネル。全国1億2000万人予定のメカ部員の皆さん、 D D 今回は大尋問よ。大尋問？違う。稲妻フラッシュとは、1973年に放送された石森章太郎原作の特撮ヒーロー番組にゃ。大尋号とは、その主人公のヒーロー稲妻が登場する車にゃ。稲妻はヒーロー番組乱立時代にあって、差別化のためにハード路線よ。ハード路線？まず敵が新人類ファントム軍団。戦闘員の見た目がこれ。お、鉄鍋ヘルメットに防毒マスクよ。一部の人が喜ぶあれよ。そしてナズマンフラッシュの敵ボスのこれ。ガイゼル総統にゃ。これは帝都物語感あるにゃ。演ずるのは安藤光雄氏、プロフェッサーギル、ドクトルオーバと敵ボスをやらせたら世界一ね。なんかものすごい迫力がある。物語は超能力者、ミュータント、新たな人類と考え、今後の食糧危機を想定し、旧人類を滅ぼさんとする新人類帝国ファントム軍団。その野望を打ち砕く、稲妻。ファントム軍団壊滅後、それを遥かにしのぐ、デスパー軍団の登場。それを阻止しようとする、超能力者稲妻。という感じね。稲妻は、超能力者、超、能力者、超超、というダジャレでもあって、稲妻に変身する前に、サナギマンに変身する必要があるわ。この激渋デザインが凄まじいにゃ。サナギから超能力者はわかるけど、それがなんで稲妻なの？あ、聞くべきでなかったのね。ちょめちょめマンに稲妻がちょうどよかったのかにゃ。稲妻は青いボディに大きい肩、稲妻っぽいラインが入っていて、触覚がガのように大きい見栄えがいいデザイン。ガじゃなくて蝶々よね。雷神号。そして今回の話題はこの雷神号。表記としては雷神号と雷神号の2種類あって、飛行形態と車両形態で使い分けという話もあるけど、結構まちまちなので、今回は雷神号で統一ね。街乗りに戦闘に稲妻の足として使うわ。すごいデザインだ。飛行形態への変形、ボンネットにはギザギザの牙と4連ロケット、 V トールウィングと子供大好き要素満載よ。特撮ヒーロー低迷期に差別化を図ろう。女子供を削除だ。ドラマを重くしよう。よし、ガイゼル・ソトを狙撃しろ。耳にヒット。ウッポトレンディ。ポトリと落ちる耳。なんですと？どれぐらいの表現かは本編を見ていただくとして、そんなハードドラマに颯爽と登場。僕の車で送りましょう。雷神号。うわぁ、すごいデザインの車で送迎だ。そんなわけで雷神号は、ポピニカがめっちゃ売れた。本編は結構渋いのに、このデザインでもめっちゃ売れた。リアリティのかけらもないでもめっちゃ売れた。ということで一部界隈で大人気よ。めっちゃ売れたばっかりじゃないか。売れることは正義だからね。イングがあり、空を飛び、口があって噛みつき攻撃、フロント株にクワガタのように動くアゴフックがあるわ。このアゴみたいなフックはライジンフィンガーという名前なので、触手かもしれないにゃ。なんというかものすごいデザインね。カエル的というかワニ的というか。でもなんかこう、うずくでしょう。これ玩具が欲しくなるデザインでしょう。ガマロボがフェラーリに似ているに近いにゃ。その感覚はわからぬ。これのポピニカ玩具がびっくりするほど売れたので、視聴率に苦戦しながらも放送は継続。稲妻に来る、稲妻フラッシュに来る。ヒーローものが乱動されて低迷した時代に4クール続いたわけよ。その上、他との差別化のためにハード路線。思い切ったのね。ハード路線を選ぶと大抵の子供番組は失敗するわ。実例も多い。実例を挙げないでね。しかもハード路線を選んだために、稲妻の特徴である二段変身や雷神号の活躍シーンも激減。お、でも稲妻や雷神号の活躍を流す稲妻フラッシュアクションタイムが作られてるわ。どっちやね。でもこの形見ると子供に大人気な理由はわかるでしょう。雷神号のデザイン、雷神号車両形態。レース車はイスズベレット1600GT ってネットで書いてあったので作ったけど、そんなに似てないわ。これは大改造ね。私車詳しくないので、これで正しいかどうかわからないわ。このバックミラーが
左がフェンダーミラーで、右がドアミラーなのかっこいいわよね。お、これもベース車は両方フェンダーミラーなのよね。何気に凝ってる。大臣号、飛行形態。車両形態から飛行形態に変形するわ。パーツの形状も数も全く合わないのだけど、それはそういう時代だからということで、気にしないように自己暗示よ。はいはい。そしてこれが劇中の飛行形態、マッハさんで空を飛ぶ。オープントップでマッハさん。車と違って飛行形態ではボンネットがだいぶ長くなってるわ。そしてうねってる。歯の噛み合わせはバッチリのままうねってる。このうねり方が絶妙でかっこいいのよ。ワニの口みたいな感じかしら。これで過密飛攻撃をするし、これで倒された怪人もいたようなおぼろげな記憶で、口を開けると4連ロケット、確かポピニカでは2連ロケット。ポピニカではここにバネ弾が設定されている。広角の左右にボタンがあり、一発ずつも同時にも発射できるのにゃ。イングには垂直離脱陸用のファン、トピニカでは90度こういう角度にもなる。ファンなくても垂直離脱陸できそう。トピニカではライジンフィンガーも稼働、裏側に4にあってクロス走行可能。超絶まとまりがいいのよね。そしてなんと塗装済みイナズマン、いやもこれかっこいい。さらにメッキのガトリングガン、助手席に装着できるにゃ。うずくでしょ。リアリティとかそういうのは全部横に置いておいて、この全体のまとまりの良さ、もともとのデザインがよく、撮影用のプロップの完成度、アレンジが半端なくよく、それがトイになったらこの完成度、装飾なし、ギミック追加。プロップのイメージをこれだけ再現してて、塗装済み大カスタモデルで、当時価格1350円。昭和48年の貨幣価値は、最低時給から換算すると、2.4 倍程度というにゃ。赤城はなぜ10倍換算なのだろうにゃ。高いのか安いのかわからぬ。子供の玩具としては高いのだけど、日本が上り調子の時でベビーブーム、十分売れる下地があるのにゃ。トピニカは900円ぐらいのシリーズなので、1350円といえば結構高額商品なのだけど、その値段でこの完成度の塗装済み大カスタモデル、フィギュアも塗装済みはちょっとすごい。当時の立体造形ってこういう感じだから、ライジン号の完成度はこの時代にこの完成度をって感じにゃ。ということで爆売れだったのはでしょうね、という感想なのよ。まとめ。とはいえど、私リアタイじゃないのであんまり詳しくないのよ。伝聞によるおぼろげな記憶、 DVD 借りてみたけど、こんだけ語っておいておぼろげかい。ただ米国で元大統領狙撃事件があった時にガイゼル総統狙撃を思い出してね、耳にヒットした時点でも落ち着いたらライジン号の話をしようってずっと心に浮かんでは消えよ。フラッシュバックね。稲妻フラッシュだけに。メカブチャンネル。いや。そんなわけでメカブでは特撮の乗り物も好きです。メタルダーのファミリアとかサイドカーいいわよね。わからぬ。ここは惑星ゼロ番地の車両が好きにゃ。まるでわからぬ。いつにも増してメガネがついてこれないのでそろそろ閉めるのにゃ。そうね。せーの。5。ライジン号。メカ部では日々メカの話題をやってます。見失わないようにチャンネル登録よろしくね。まだ登録してない人はそろそろ年貢の納め時、メンバーシップもあるわよ。気が向いたら古い動画も見てってね。では次のメカ部の時間、メカ部チャンネルで。メカ部チャンネルで。